大きな皮開いて傷がないか見て、あと、まあ、伸び方向とかも考えて、でパターンを置いて粗く型入れして、そこから決め立ちする。縫製は革の段差があるところをなるべくその段差がなくなるようにすいて、糊を塗ります。で貼ってミシンをかけます。ミシンも一緒なんですけど、まあ、いろんなものの積み重ねがあって最後スーってかけられたら、やっぱ難なくかけられたら、やっぱそれまでの作業がうまくいったなという感じがするんで、うまくミシンがかかったら、あ、よかったっていう感じになります。まあ、足当たりは気をつけるように、裁断するだけだと角が出ちゃうので、コバを磨いたりして角を落とすと痛くない。まあ、素足で履くこともあると思うので、サンダルなので、そこがやっぱ一手間。浅草でみんなで作ってるぞってところ、そう、こういうちっちゃな工場で作ってんだ気持ちを込めてるところだと思います。天板の染めとかは茶色い色とかだと結構ちょっとした違いでも、まあ、印象が変わってしまうので、そこも、まあ、調合とか黒っぽくとか赤っぽくとか、そういうのを気にしながら染める作業はやってます。天板といわれる、まあ、中底になる部分なんですけど、結構厚みのある革なので、まあ、穴を開ける角度が変わるとだいぶ形とか履き心地とか、まあ、いろんなことに影響出ちゃうので、まあ、っすぐ向くべきものはまっすぐ向くし、まあ、少し角度つけてやるものは角度つけるしっていうので、まあ、今だと手作業でやってたりするので、そこら辺は気にかけてますね。まあ、糊を塗る作業っていうのが貼り合わせる素材だったりとか、そういうので、まあ、糊の種類も変わりますし、あと接着面が、まあ、つるっとしてたりするとどうしても糊がつきにくいんですね。ペロッと剥がれてしまうというか、なのでそこを、まあ、荒らしてあげる、まあ、やすりがけするんですけど、そういった作業が本当大事になってきて、まあ、アッパーの種類だったりとか、まあ、革の種類、デザインによって貼る位置とかは変わってきたりするので、その、まあ、厚みがあればその厚みに合った貼り方とか、まあ、硬い革だったり伸びる革だったりすると、まあ、それに合わせて、まあ、直線とか曲線で、まあ、貼り方も変わるので、まあ、革質に合わせて貼って、まあ、最終的に、まあ、立体になった時、靴の形、サンダルの形になった時に、まあ、見栄えがいいような、かっこいい靴になるように、サンダルになるようにやってますね。天板も革で、アッパーも革で、立体的な形に仕上げています。その中底になる部分。まあ、ストレスなく履けるっていうのとか、まあ、あと、まあ、足当たりだったりとか、その履き心地、まあ、窮屈すぎないようなところはそのこだわってますかね。まず圧着なんですけど、まあ、ソールを靴につけるような作業でして、その後、まあ、ソールつけただけだとちょっと段差があるので、なのでそれを削っていく工程、削ってまあ均一にきれいにしていくっていう工程ですね。でその後削った面が、まあ、革本来の色が出ているので、まあ、靴ごとに茶色だったり黒だったりに染めたり、まあ、あとアッパーがまだ艶出しとかしてないので、なのでこう艶とかを出してあげて、こう見た目を整えてあげて、
まあ、履き込んだ後の姿っていうかはずっとイメージはしてやってます。まあやっぱりそれも考えての素材選びとかもありますし、まあ、物がかっこよかったりとかっていうところで、まあ、気に入って履いていただいた時にやっぱりどうしても長く履くにつれて修理っていうのは必ず必要になってくるものですね。やっぱり長く履いていてダメージが入りやすい場所だったりとか、でそういったものをやっぱみんなで見て、でそれをじゃあ生産に反映していくっていうふうなことを僕たちはしていて、まあ、あらかたほとんど の問題というか修理には対応しているようにしてます。天然素材っていうところでやっぱこう終わりがないといいますか、やっぱりこう物によって違ったりそれに合わせていくような作り手側の能力だったりとか、そういうところのやっぱ追求しがいがあるなっていうのはすごく思っていて、ここはすごく醍醐味だと思ってます。まあ、こうファッションにおいてこうやっぱり見た目のインパクトだったりとか、まあ、大事な部分もあったりはすると思うんですけど、こうちょっと日本風のデザインが多いんだけれども、ただ単純に形だけ真似てるわけじゃなくて、例えばこうその時代にどういう測り方をしていたとか、また実際その時代にたくさんあったもので、まあ、実際測れてたものなんで、やっぱその時代の人が感じる良さっていうのがそのサンダルにあったはずで、で僕らはそういったところまで考えて、でそれをじゃあ現代の技術で僕たちが作ってみるとどうなるんだろうっていうのが今のうちのサンダルですね。